はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、今クアラルンプール国際空港の方にやってきておりまして、今日はですねクアラルンプールの方からランカウイの方にね国内線で移動していきます。まもなくねチェックインということになりますので、ちょっとねチェックインカウンターの方でチェックイン手続きを行っていきたいと思います。結構ね賑わってますね。国際線もですけど国内線も結構賑わってる状況です。はい、ということでね、無事にこちらの優先チェックインがね完了いたしました。もう誰もね並んでおらず、スムーズにねチェックイン手続きができました。最高です。ありがとうございました。気をつけて帰ってください。また日本で。はい。皆さんありがとうございました。気をつけて帰ってください、ね。いってらっしゃい。何回も行ってらっしゃい。はい、無事にね保安検査の方もサクサクっとね進むことができまして、まああとね、40分ぐらいありますので。ラウンジの方にねちょっと向かっていきたいなというふうに思います。はい、ということでねこちらゴールデンラウンジの方にねやってまいりましたので入っていきたいと思います。 OK 15分前。はい、ということでね中入ってきました。はい、ということでねこんな感じでスイーツだったりとかですね、揚げ物とかね、こういったものもありますし、あとね、ヌードルバーみたいなのもあるという感じですね。いやー、めちゃめちゃ。そして、奥の方にはね、こういったフルーツもございます。はい、こちらね、エビのヌードルの方とですね、あと、こちらのね、チャーハンみたいなのと、春巻きね、いただいていきました。はい、ということでね、いただいていきます。まず、こちらのね、チャーハンみたいな。うん、優しい味でうまい。そして春雨チリソースつけてね、うん、うまっ。そしてヌードルの方ですね、この細麺の感じがいいですね。なんか即席っぽい感じしますけど、なんかこういう感じがまた東南アジアっぽくて好きです。うん、うまい。アジアで食べるあの麺って感じします。うまい。はい、ということでね今ゲート A11 の一番奥の方までね向かうような感じみたいですね。はい、本日ねこちらの飛行機を利用してランカウイの方にね向かっていきます。もうね搭乗開始しております。 MH1446 便ということですね。乗っていきたいと思います。いや今日はね天気がちょっと心配してたところではありますけど、結構ね今のところいい感じなので、到着地もこんな感じだったらいいなと思います。はい、搭乗来ましたね。はい、とりあえずね今搭乗しておりますが、結構ね稼働してますね。あの多くの方が乗ってらっしゃいます。はい、エコノミーだけだとね多分8割強ぐらい埋まってる感じしますね。はい、こちらね、オレンジジュースの方とピーナッツいただきました。ピーナッツいただきました。はい、ということでね、無事に到着いたしました。はい、完全にね、置き止め
状態ですね。いやいいじゃないですか。はい、到着しました。はい、天気はねめちゃめちゃ最高。むしろねあのクアラルンプールより暑いですね。かなり暑い、気温としましては今ねおそらく、30度はいありますね。めちゃめちゃ暑い。はい、いい感じですね。はい、めちゃめちゃねレンタカーのね営業がめちゃめちゃいらっしゃいますね。はい、はい、ということでね無事にランカウ急行の方に到着いたしました。今回はですね、まあ、私ね、JGC ということで、まあ、平野ねサファイアファインということでもありますし、パンダさんがね今エメラルドという状況でございますので、まあ、プライオリティレーンでねチェックインができたりとかですね、はい、ということでね無事にランカウイ空港の方に到着いたしました。フライト自体はですね、まあ、大体ね45分ぐらいでね到着という感じでございます。で今回ですね私まあ JGC のですねヒラサファイアという状況でございますが、パンダさんがね今エメラルド会員ということもありますんで、まあ、一緒に同乗させていただいてね、まあ、JGC だけでも十分なんですけども、ファーストレーンでねチェックインができたりとか、あとラウンジのね利用ができたり、国内線のゴールデンラウンジをね利用したりすることができました。でヌードルバーがあったりとかですね、非常にねあのアルコールはね特段ないんですけれども、お食事とかは結構ねバリエーションがあってかなりね快適に過ごすことができました。なので今ねあの JGC 修行とかねされている方、これから考えている方につきましては、まあ、海外のね国内線移動ということであったとしても、ワンワールドグループスターアライアンスグループでですねこういった優先レーンでですね早くあのチェックインができたりとか、そういった特典がありますんで、うまくねご活用いただきたいなというふうに思います。で大体ねその優先レーンを使わないとなると40分から50分ぐらいねかかりますので、本当にね運命の差というふうになると思います。そして、まあ、今回ねクアラルンプールからランカウイにつきましては、まあ、早めにね航空券を抑えることによって往復で8500円ぐらいでねフライトすることができます。ただしね直前で航空券を取るとそれがね2万5000円ぐらいになります。これも運命の差、1万7000円ぐらいね差が出てきますので、もう旅程が決まってるんであれば本当にね早めに航空券を抑えるのがいいんじゃないかなというふうに思います。で今ねこれから今日はですねアロフトランカウイさんの方にお邪魔させていただきたいと思っておりますので、グラブ等をね手配させていただいてホテルの方にね向かっていければなというふうに思います。ということでね今回の動画に関しまして、久しぶりのね海外の国内線移動という形でございましたけど、いかがでしたでしょうか。今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではねこういったホテルの宿泊レビューだったりとか航空機の搭乗レビュー、あと旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のねお見逃しがないようにチャンネル登録、ベルマークのね通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。